はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、デュエルリンクスラジオ、デュエルリンクスプレゼン大会の、開催でございまして、今日のねトークテーマはですねこちらですね、リンクスをもっと楽しくする方法。このゲームを4年間本気で遊んできたしがない実況者の提案ということで、やっていきたいなというふうに思っておりまして、デュエルリンクスね、なんかいろいろ問題点から話したんですけども、だからまだまだ楽しくなる方法ってたくさんあるんじゃないかなと考えてきまして、それをちょっとね今日はね皆さんに聞いていただこうかなと思ってまして、皆さんもどう思ったかねコメント欄で最後にちょっとお聞かせいただければなというふうに思うんですが、まずですね大前提としまして、僕はねこのゲームがね本当に好きなんですよ。もう4年間遊んでおります。4年ですよ、4年同じゲーム遊ぶって結構すごいですからね。僕ねコナミさんにはね本当に感謝しかありません。心の底から感謝しております。でただしやっぱ好きだからね言わなきゃいけないことっていうのもねあると思うんですよ僕は。で今回は個人的な見解を話すだけでございますんで、その点ちょっとご了承いただければなというふうに、思っております。で実は今ねリンクスのユーザー離れっていうのが進んでいるっていう話がありまして、ちょっと引用元ねセルラン分析さんっていうのところのサイトからちょっと持ってこさせていただいたんですけども、これデュエルリンクスの売り上げ、2018年、2019年、2020年、2021年っていう、これ正確な数字ではないと思いますけど、大体合ってるみたいな感じの、その民間がやってくださってるところなんでね、の数字なんですけども、2021年の分析、前々年同期比と、前年同期比で見るとですね、実はねこれほらマイナス 54.8%、マイナス 49.4% みたいな感じになってて、要するに、簡単に言うとすげえ減ってるってことなんですね売り上げが、2021年は、2020年と比較すると約 30% 減少している。で2021年は2019年と比較すると約 45% もの売り上げが減少している。これはねサービスっていうのは、だんだん売り上げ減っていくものだと思うんで、ちょっと難しいところはあると思うんですけど、そうじゃない、ゲームももちろんありますけどね。なんですけどこれの、ちょっと理由、これは一応ね理由の考察っていうのは別の動画で話してるんで、よかったらこっちの動画を見ていただければなと思うんですけども、もう一度一応ねおさらいをしておきます。おさらいを、これ個人的な見解なんで、これが正しいとか間違ってるとかじゃなくて、僕がこう思ってますっていうだけなんですけども、原因の考察ね、まずですね一つ目、パワーカード実装し即規制っていうのを繰り返して特に補填がないという問題ですね。はい、これもこれずっと言われてますんで、デュエルリンクス、リンクスは OCG と比較するとカードの単体価格っていうのが高いんですよ。シングル売りなんていうのも、ほぼないですね。なんで従って課金額的にそんなに簡単にデッキをコロコロ変えることはできないわけです、ユーザーは。で、そんな中で簡単にパワーカー実装してすぐ規制っていうのを繰り返してしまうと、またどうせ規制されるんでしょと、どうせ規制されて使えなくなるんでしょっていう心情になって課金ができなくなるから、売り上げが減っているっていう問題点。それから、もう一個 KC カップ、たまにポイントマトですねに偏った運営方針。これね、結構ね最近運営さん本当にこのくらいしかやってないんじゃないかなと個人的に思ってて、昔遊戯王を楽しんでいた、昔遊戯王をかじったことがある層とか、それからエンジョイ層っていうのを取り込めてないと考察してるんですよ僕は。勝ちを目的としたガチ層じゃないと今のデュエルリンクスって楽しむことがほとんどできないようになっていて、一定数いると予想される、遊戯王ファンですよね。昔ながらの遊戯王をかじったことがある層とか、昔やってたけどなんか今よくわかんないけどとりあえず遊戯王っていうコンテンツは好きだったよみたいな、知ってるよみたいな、そうこういう層の取り込みができてないと僕は思っています。で、もう一個、ランク戦以外の対人戦機能が完全に死亡しておりまして、完全に死亡してるんですよ。フリー対戦は、ボット、いわゆるデュエル自動化ツールと言われてるね、CPU ですね、いわゆるね CPU の巣窟になっておりまして、対人戦としての機能を完全になしておりません。ランク戦でももはやボットが枠始末です。結構デュエルキング隊なんかに行くと、スキルを掘るためかなんか知らないけど、ジェムを集めるためか知らんけど、ボットが無限に湧いていると。でもはや本当に非公式の方が有志がねやってくださっている大会とか、あと非公式チーム内でのルームデュエルっていうのが、最適化になってまして、運営が、運営してるのはもう本当 KC カップのみですね、ほぼと言って過言ではないと僕は思っています。で、4つ目、
使い回されるイベント、イベント自体の面白みがない。最近のイベント大体ですけども、モブを狩らせた上で、モブを狩るイベント面白いわけないね。それからランク戦とほとんど変わんない対人イベント、マジで環境ほとんど環境デッキしかおらんみたいな謎の、対人イベントがたまに開催されまして、なんかライディングデュエルとか、なんかライディングデュエルで急に星が飛んでくるみたいな、結構ねいろいろあるんですよ。まあほとんどねランク戦と変わんないんですね、対人戦イベントやってしまうと。もうちょっと縛りきつくすればと思うんですけどね。で、ユニアタ従者とかいう謎ギミックね、ユニアタ従者以外にもいろいろあるけどもっていう謎ギミックで8000周回を強要される、CPU イベント、それからレア排出率を絞りまくったガチャイベント、この大体4パターンを、ひたすらサイクルしてるっていう感じでしょうかね。大体イベントは面白いわけありません。で、ふとね僕ね疑問に思ったんですよ。なんでデュエルリンクスって有名なインフルエンサーが誰もやってないのか。インフルエンサーっていわゆる YouTuber とか、そういう人たち有名人のことなんですけども、遊戯王デュエルリンクスってやってる有名人マジで兄貴がやってますけど、松坂の兄貴がそんな簡単にこのバンバン広めてくれるわけじゃないじゃないですか。なんで普通に広めてくれるとしたらやっぱり YouTuber の方だと思うんですよ。例えば、サンダーさんとかね、名前出して申し訳ないけどサンダーさんとか、あと爆破 .com さんとか、なんか遊戯王の有名な YouTuber の人とかいるじゃないですか。なんでやってないのかなっていう、そういう人たちがデュエルリンクスやってるの見たことないでしょ、ほとんど。サンダーさんたまにやってたけどね、今はもう多分ほとんどやってないけど。でこれは遊戯王っていうコンテンツ自体は神ゲーっていうのは誰もが理解してるんだけども、やっぱね参入障壁が高すぎる問題っていうのがあると思うんですよね、デュエルリンクスね。カードとかキャラ入手方法が困難すぎるし、あとフラッと気軽に遊べる場所が存在しないっていう、この問題ですね。これが結構大きいと思ってて、 KC カップとかランク戦に偏った運営方法をしてるとこうなるんですよ。多分広く浅くっていうよりかはどっちかっていうと狭く深くっていう運営方法だと思うんですよね。これって、冷静に考えて遊戯王っていうコンテンツの人気はすごいわけじゃないですか。なんですけどデュエルリンクスの人気っていうのは、低いわけで、この格差が激しいのにはこの辺の理由があるんじゃないかなと個人的には思ってるわけですよ。でじゃあどうすればよもっと楽しくなるのか、どうすれば新規層を獲得できるのか、どうすればユーザーを維持できるのか、これをね僕なりに考えました。これリュウさんの妄想です。これ今日はこれをちょっと聞いていただきたいというふうに思っております。まずですね、方法をまず1、遊ぶ場所、これをねもっと用意するべきだなと思いましたね。この間のね問題点の動画でコメント欄でバギーさんがコメントくださったんですけども、それ面白いと思ったらまずねシールド戦機能の実装、ピック戦機能の実装、これあたり、それから、特殊レギ戦の実装、これね狙いとしては、ちょっとシールド戦とかに関してはどういうものなのかっていうのはちょっと後で説明しますけども、狙いはね、新規層、ライト層、エンジョイ層を取り込みたいっていう、そういう狙いですね。要は昔遊戯王を遊んだことがある層とかに気軽に遊んでほしいっていう、そういうことです。でこれね理由なんですけど、現状そのさっきから言ってるようにランク戦と KC しか遊び場所はなくて、新規とかエンジョイ勢ってそんな簡単に入ってこれないんですよ、このゲームに。だからこういう層にも気軽に遊べる場所っていうのを提供してあげるっていうことですね。これ絶対ねあった方が楽しいと思うんだよね。MTGA とかにはドラフト戦とかもあるじゃないですか。でこういうなんか遊び場所みたいな、とりあえず始めて、気軽にポンって遊べる場所みたいなところが1個あると、始めてくれる人も多いんじゃないかなというふうに思うわけです。で、シールド戦っていうのが、どういうものなのかっていう話なんですけども、遊び方はね、お互いにパックを開封するんですよ。でそこで当たったカードのみを使って、デッキを組むと。でその場で速攻対戦するっていう、ポケカとかにもありますねこれね。ドラフト戦とかって言われてるのとはまたちょっと違うんだけども、これが期待できる効果っていうのはどういうものがあるかっていうと、難しいデッキ構築とかはもうその場では必要なくて、誰でもとりあえず気軽にね遊ぶことができるかなと。とりあえずシールドあるし始めてみようかなと思うユーザーってちょ増えたりしないかなと思うわけですよ。個人的には遊戯を遊んだことがある層っていう見方をすれば世界中に死ぬほどいると思うんですよ、死ぬほど無限に。例えば有名人だったら、那須川天心さんとか結構デッキをツイッターで公開したりしていましたし、松坂の兄貴もそうですし、あとひなこちゃんね、我らが佐野ひなこ様
もそうだし、最近はえなこさんも始めてくださったみたいですけども、あのそういう層にアクセスをしたいんですよ、デュエルリンクスもね。で、あの運営方法なんですけど、例えばですよ、例えば、500ジェム払ったら1回遊びますみたいな。500ジェムって大体10パックぐらいでしたっけ。あの要は10パック、向いて、その10パックの中で当たった、カードの中だけで戦うとかね。これちょっとまた別で生放送とかやってみようかなと思ってるんですけども、とか、あと〇〇円で1プレイとかね。それから、まあ、毎週1回ログインボーナスであのシールド戦のプレイ権を配布するとか、そういうことをやってって、まあ、新規をこうなんかあの取り込んで、行くにのにも、まあ、有効ですし、あとログイン率の維持なんかにもなんかワンチャンつながらないかなというふうに妄想をしております。で、他にもあの特殊レギュレーション制の実装っていうのが考えたんですけども、あの遊び方としてはですね、あのうち の, あのチャンネルではよくやってるんですけどね、あの N と R のみのカードしか使用できない NR 戦とかね、うん、これ面白いんですよ結構。あとキャラクター固定の、例えばカードプールからデッキを作って戦うキャラデッキ戦とか、まあこれあの思い切ってイベントとかでなんかそのキャラデッキみたいなの固定して、なんかこんなから使ってくれみたいな感じで固定してもいいと思いますけどね。あのタッグデュエルみたいな感じでね、あのイベントみたいな感じで、でこれが期待できる効果っていうのがどういうものがあるかっていうと、で KC とかランク戦以外に遊ぶ場所っていうのを作ることで、いろんな遊戯王ファンにアクセスできんじゃないかなっていうふうにあの個人的には思っております。で、あの運営方法は、まあ、さっきと似たような感じでもいいんだけども、例えばイベントみたいな感じで、まあ、特別期間あの開催するか、まあ、常設はちょっとねあの難しいのかもしれないけど、ちょっとね今回のねあの提案は完全にそのコナミさんの開発費みたいなやつは無視してるんですよ。なんでそんなことやっても効果が期待できないからやらないっていう、そういう話はもしかしたらあるかもしれないんだけど、一回そういうなんだろうな、お金の話みたいなやつは無視して、そのなんか費用対効果みたいなことは無視して、こういう風なことをやったら楽しいんじゃないかなっていうのを提案してます今。はい、それ前提で聞いてください。で、管理が大変かもしれないけど、それでユーザーが増えるんだったら、まあ、御の字なんじゃないかなと個人的には思うわけですよ。そのユーザーがねこのゲームにハマって課金してくれるかもしれませんよ、うん、もしかしたら。だから将来的な、まあ、このゲーム の, あのハードユーザーになるかもしれません、そういうユーザーがね。で、昔あったねレギュレーション戦ってのあったんですよ、なんか似たような感じ の, あの特殊レギュレーション戦。これはねほぼただのランク戦だったんですね。これはやっぱりその報酬が欲しかったら勝つっていうことなんで、やっぱりそうなっちゃうんですよね。なんでその時の失敗を生かしまして、もっとしっかりルールを作って、縛りをしっかりと設けて、なんかそういうただのランク戦とかになんないような環境を、まあ、作るべきなんじゃないかなというふうに思うわけです僕は。それからもっと楽しくなる方法2つ目なんですけども、面白いと思えるイベントを開催するっていうことですね。はい、例えばなんですけども、人気キャラクター、これ前回のスライドを結構、使い古し回してるんですけど、あの覇王十代さんとか吹雪さんとか、なんか人気キャラクターいるじゃないですか。ああいう人気キャラクターをイベント限定で使えるようにする、カイトさんのイベントとか良かったと思うんですよね。ああいう感じで、これ理由なんですけど、まあ、まずキャラ好きのファンを満足させるっていうことですね。はい、キャラミスだけして当たりされないカード実装して終了っていう、なんかクソみたいなあのイベントがよくあるんですけど、リンクスはあれで満足するわけないんですよ。こんなんじゃ満足できねえぞということなわけですよ。そのキャラクターを満足にあの使わせてくれるっていうことがファンにとって一番の喜びであるということは理解していただきたい。で、これね苦言を呈しておきたいなと思うんですけども、あのモブ狩りをさせた後にさらにモブを枯らしてガチャ回させるっていう、あのイベントねマジで面白くない地獄でしかないあれは。イベント回すのに一旦モブ狩りするっていう、なんかワンクッションもめんどくせえし、あと最終的に報酬カード集まんないこともあるじゃないですか、あのめんどくさくてやってないかったりすると、もうイベント誰もやんなくなるぞっていう、そういう話ですね。まあ、他にもねあのイベントなんか考えたんですけど、例えば、まあ、これもまあ前回のねあの動画でやりましたけど、イベントでしか使えないような強めのデッキ、まあ、キャラクターデッキでもいいし、まあ、次のなんか新パックで登場させる予定のデッキとかでもいいと思うんですよ。こういうのをなんかそのイベントであの先立って使わせてもらうと、なんか次の新パックのなんだろうな、反則にもなるし、いいんじゃないかなと思ってるんですけど、イベントをそれで進めて、それを進めれば誰でも新規カードちゃんと入手できるようなイベントになればいいかなと思うんですよね。でこれ理由なんですけど、イベントだけでしか手にできない体験とか経験とかがあると、多分ねイベントするモチベーションって上がると思うんですよ。やっぱねどうでもいい
にね周回デッキで8000評価出さなきゃいけないっていうイベントね、もうねやりたくないですよね個人的には。でこれはあのやることによってデッキ格差がなくなって、もしかしたら誰でも楽しめるようになるんじゃないかなと個人的には思うんですね。格差っていうのは、まあ、ランク戦とか KC で、まあ、発揮すればいいと思うんで、あのイベントではねもっと楽しく遊戯王を楽しむみたいな、そういうイベントがあってほしい、そんな風に考えてます。でタッグデュエルトーナメント公式とかはさっきから言ってるように結構いい感じだと思うんで、モブ狩りを除けばね、なんで、まあ、あんな感じのイベントが僕は好きです。だから、まあ、結論楽しんでイベントやってたら知らん間に報酬集まってましたみたいなのが個人的には理想。これがね実現したらね、やっぱイベントやってる意味もあると思うし、モチベーションも上がると思うんだよね。で、結論なんですけども、やめてほしいことっていうのが、まあ、いくつかありまして、まあ、それを挙げていくと、まずイベントの使い回しと、KC とあのポイントバトルだけやっとけ的な運営方針、その他は現状維持っていう名の放置、まあ、フリー対戦とかね、この辺からの脱却、これをね測っていただきたい。ぜひこれをなくして新しい何かあの方針で運営をしていただけると、まあ、ユーザーとしてはとても嬉しいかなと。これ個人の意見ですよ、僕個人の意見言ってますからね、はい、皆さんの意見というか、まあ、僕個人の意見なんですけども、そういうこっからの脱却をしてくれると僕は嬉しいなっていう気持ちです。でね、こっからはね超むずい話なんですけど、ぶっちゃけ実現するの難しいなって思ってる話なんですけど、理想の話、環境調整、これね正直ねクソむずいんだよな。自分も結構あの特殊レギやってて思ったんですよね。まずね問題点として、発売から即規制されて、その、規制に対する失望感っていうのを、まあ、ケアすべきだなと思ってるんですよ、まあ、理想はやっぱ売って即規制っていう短期的な商売っていうのはやめるべきだなと思うんですよね。まあ、安直にパワーが高すぎるカードを実装し、それをすぐ規制するっていう、まあ、これはやっぱやめた方がいいし、まあ、比較的あの新しい環境テーマを軒並み弱体化させるっていう、まあ、このね方針じゃなくて、まあ、理想ですよ。理想は新しく環境に対抗できるレベル感のテーマを登場させるっていう、環境に追いつけていないテーマを強化するっていう、そういうことですね。まあ、これさっきから言ってるように、これは理想論なんですよ。実際バランス調整ってかなり難しいとは思います。でもね、今のリンクスはあまりにもあの売って即規制の流れが顕著すぎまして、これやり続けたらねマジで誰も課金しなくなっちゃう。まあデュエルリンクスっていうのはねパックに天井があるんで、一応なんでカード生成機能っていうのは存在しないんですけど、規制後のカードがね本当に使い道ないんですよね。無になるんですよ使い道が。なので理由としてなんですけども、頑張って作ったデッキが無慈悲に規制されて使う場所が急になくなると。課金してデッキ作りましたけど使えなくなっちゃって萎えちゃうと、でログインが遠のくと。でってことは結局どういう風に思うかっていうと、どうせ規制されるから使えなくなるから課金しない、こうなっちゃうんですよ。これがね一番良くないんですよね。やっぱり良くないと思います、これは。なのでじゃあどうするかと、対応を変えると、まあ、ユーザーどう思うか、まあ、自分の、まあ、持っていたデッキがねある日突然動けなくなるほど弱くなることはないですよね、まあ、今のリンクスの規制の仕方が良いっていうのがあるんですけども、まあ、自分の持っていたデッキが強化されれば、まあ、課金したら強化されるから課金するっていうことは出てくるかもしれませんね、まあ、理想論なんですけども。で、まあ、この、まあ、対応の問題点はね、やっぱりねバランス調整が非常に難しいという点、これかなり難しいです正直。で、インフレが進みすぎて手がつけられなくなるっていう可能性ももちろんあるんですよこれね。なんで、まあ、ただなんかそのインフレを進めて手がつけられなくなったところで考えるべき問題であって、なんか今めちゃくちゃ簡単に弱体化したって終了っていうパターンあるじゃないですか。すげえ簡単にデッキ潰してくるでしょ。まあ、打天使とかいい例ですよね。まあ、打天使強すぎましたけど、ああいうテーマは実装しない方がいいんだけど、基本的には。要は、一気にバッて実装して、で、動けなくなるレベルで弱体化するっていう。それはね、やっぱりね、簡単にやっていい問題ではないと思うんですよね。だから、そもそも売り上げを上げるためだけにパワーカードをどんどん実装するっていう傾向が、まあ、やっぱり良くないかなと。まあ、これ理想論なんでね、正直難しいとは思ってるんですけど、僕自身もね。で個人的な考えとしては、ただ基本的なその対応方針を変えないとプレイヤーの減少っていうのは止まらないと思ってて、
要するに規制して心拍を売るっていう、まあ、方針は短期的にですよ、短期的に見れば利益を上げるためには分かんなくないんですよ。まあ、もちろん営利企業なんで、コナミさんもね、もう分かりますよ、分かるんですけど、しかし既存ユーザーの減少っていうデメリットがある以上、まあ、長期的な目線で見ると、まあ、損してるとも言えると思うんですよね、僕は。で、これをやり続けて結局な残るのがもう今ガチ層しかいないんで、プレイヤー層を尖らしてしまうと全体のユーザー数が減って結果的にゲームって終わりませんかっていう、そういう話です。やっぱりゲームってね、トッププレイヤーのみがいる、トッププレイヤーのみ楽しいみたいな運営では良くないと思うんですよね。それはね、どう考えてもサービス終了するゲームでございまして、やっぱりその、まあ、無課金層とかも大事ですし、エンジョイ勢っていうのも大事なんですよ。ゲームはいろんなユーザー層がいて初めて成立するものだと思ってるんで、僕は。なんで、尖らしてしまうピラミッドの頂点、のみに絞って運営をしていくことは良くないと個人的には思っております。で、発売から即規制に対する失望感っていうのをケアしてあげるべきだなというふうに思ってるっていうのの2つ目なんですけども、例えばですけど、ノーリミット戦の常設ですね、対人戦の機能としてノーリミット戦を常設するとか、あと CPU 戦でのリミットを排除する、要はモブ狩りするとか、レジェンドデュエリストを周回するとか、ああいうデュエルではリミットを全部解除してあげるっていう、そういうことですね。で、これ狙いなんですけども、規制後も好きなデッキを使う場所っていうのは作るべきだと思うんですよ。はい。だから今まで使っていた、まあ自分が頑張って課金した強いデッキを使う場所は設けるべきだと思います。絶対に。で、理由なんですけども、運営さんはね、さっきから言ってるように KC やって環境デッキを規制してっていうのを繰り返してるだけで、この環境デッキを規制した後のケアはないんですよ。全くね、全くない。新しいパックを出して、はい、買いなさいみたいな、今使ってるデッキはもう全部殺すからみたいな感じなんですよ。冷たいんですよね、とにかく冷たいと思う俺は。やっぱなんか何らかのなんだろうな、ケアって必要だと思ってて、やっぱそのカード単体の価格が高いっていうのもあるしね。なんで少なくとも好きなデッキを回す場所をゲーム内で常設するべきだと思います。ルームある、もちろんノーリミットルームあるんですけど、ルームっていうユーザーマークスでやめた方がいいですよ。これなんでかっていうと、ルーム作るのにはまずやっぱ人を集めるっていうのが必要で、人集めね、で人集まりやすいコミュニティを持ってる、例えばチームがあるとか、なんかうち僕のなんかチャンネルでやってるようなメンバーシップがあるとかはいいと思うんですけども、そういうのない人ももちろんいるじゃないですか、世の中にはいっぱい。だからそういう人たちがリミット、ノーリミットを、まあ、やりたいって言った時にルーム作って、そんな簡単に人って集まんないんですよ。だからユーザー任せはやめてくださいって言ってるんです。はい。で、 CPU 戦でのリミット排除に関しては、なんか CPU 相手にレベル上昇打点し FA ぶん回して、なんか問題ありますっていうことなんですね。まあなんかそれを使うことによって報酬カードが手に入りやすいからダメみたい なんか微妙な理由は成り立つかもしれないけど、なんか個人的にはですよ、遊戯王のゲームって昔からなんかその CPU 相手になんかめっちゃ強いできまして、俺強いするっていうのが基本だったと思うんですよね。だからこれなんか問題あるっていう、これやって、だから正直なんだろう、対人戦のランク戦とか KC 以外ではなんか全部リミットを排除して使えるようにした方がいいと思う、個人的には。それのプログラミングが難しいっていう問題は置いておいてね、はい。で、ノーリミット戦はね、ちょっとクソゲーになるかもしれないんでかなりやばいパワーカードの押し付けになるんで、まあ、それを逆に楽しむっていう、まあ、方法もあるかなと思います。はい。というわけで僕の妄想は以上です。皆さんどう思ったですかね。まあ、僕の感覚がずれてるっていうことも結構あると思うんで、皆さんも、どう思ったかを、まあ、教えていただければと思いますんで、よかったらコメント欄になんかコメント残していっていただけると、参考になりますんで、よろしくお願いします。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。